はい、こんにちは、さだねでございます。本日はキレが背中のラインを作るトレーニング、かつ猫背改善にもしっかりと、つながるメニューをご紹介していきたいと思います。今回はこういったタオルが必要になってきますので、あらかじめご準備してください。でまず動作の方を説明していくんですが、タオルを肩幅ぐらいにこのように持ってください。でこのままうつ伏せの姿勢になっていきます。体のラインはしっかりと伸ばしてください。で最初はまっすぐ腕を伸ばしてから、今度はこのタオルを胸の方向にぐーっと引いていきます。そうすると背筋ですね、背中周りしっかりと鍛えることができます。でこの状態で3秒キープ、1、2、3でリラックスして1回腕を前方方向前ですね、もう一回引きます。で引いた時は目線は前方方向見ましょう。1、2、3リラックス、これを10回です。1、2、3まっすぐ伸ばして、1、2、3伸ばす、引いて、1、2、3伸ばす、はい、1、2、3伸ばして、1、2、3伸ばすと、やってみると分かりますが、見た目以上に結構背筋ですね、背中周りに相当効いてきます。でかつですね、こういう胸を張る動作をするので、こういった猫背改善とかですね、姿勢の美しいラインも作ることができます。で目安としてこちら10回を2、3セットになりますので、ぜひ今回のトレーニングを機会に取り組んでみてください。